はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルビジです。では今回は発音バイヤー法現代モッドトルコの野望を続けていきましょう。前回までにジョージアまで、制圧占領完了していますので、今回その続きになります。アゼルバイジャン、今画面出してますが、アゼルバイジャンに対して戦争を仕掛けていきます。今戦争工作中で、宣戦布告できるようになるのが2021年9月の13日ということで、また1年近くありますので、この間に軍の強化再編、進めておきたいと思います。どうしようかな。まず研究ツリーの方なんですけども、そろそろ陸軍の装備が最新にアップデートが追いついてきているので、違うものをね、考えていかなきゃいけない時期に差し掛かりつつあるかなと思います。で、海軍の方も研究をね、今小型艦しかないので新しいものをできれば作っていきたい、そういう思いはあるんですが、ここがなかなか難しいところですね。で、さらに鉄資源を、どこから輸入する？陸続きではある中国、本当はロシアとかのがいいのかな。ちょっとロシアにすり寄りましょう。 NATO のトルコではありますが、で、そういう事情を鑑みて外交も思い立ったら忘れずにやっておきましょう。今ね、石油じゃない鉄の輸入をお願いしたロシア、あとは NATO の各国、EU 各国って言った方がいいのかな。ここに関してはポーランドに対しては入港権も要求しちゃおう。敵対する意思はないですよと。あくまでも標的は中間で、フランスはね、ちょこちょこ戦争になった時には義勇兵を送ってくれるありがたい国なんで、ここは忘れずにやっておきましょう。おっと、研究ができない。テレコープがまだできていないからだな。先にじゃあ支援火器を入れましょう。で、再び外交に戻って、まずはもちろん NATO の盟主アメリカ。トランプさんは2020年、どっちだろう、大統領選ありますよね。それが、どうなるのか。トランプさんが勝つのか負けるのかっていうのがね、大きな焦点ですけど。あと、日本に関して言うと、安倍さんの総裁の、今、最後の任期に入ってますからね。それがどうなるのかと。僕個人は安倍4選ありだなぁとは思ってるんですけど、やっぱり、ね、権力を長く握らせるのはどうなんだいという意見ももちろんあるでしょうし、なんとも言えないところですよね、そこに関しては。では第三艦隊を増強します。テレコープ重火器ができたので、これで MPT の76、自動召集研究始めましょう。これで一通りやりたいことはできたかな。あと、建設の中身も確認しておこう。まだまだこれからかな。建設はね。インフラの整備とかもちょっとやっておきたいかなという気はするんですが、特にイランとの国境。イランとの国境はちょっと早めにインフラの整備をして、インフラ整備の優先順位を上に持っていっちゃいましょう。で、あとは政府の刷新ということで、空軍の長官を決めていきましょうか。近接航空支援か全抵抗か。どっちがいいかな。近接航空支援全抵抗。あとは空軍改革なんていうのもありますけどね。議会の危機はまた最高裁に判断を委ねるに選択します。政治力失いますが、今政治力潤沢に、用意されてますからね。じゃあ、ここは近接航空支援にしておきましょう。長官の優位性ですね。あとは戦車の設計者。ここは、三菱、ダイヤモンド、したいですけど、ちょっとは選べないですね。教育改革が終わったので、この後は、情報部署の拡大を行います。で、追加の研究枠確保したいので、このまま突っ走りましょう。
お、ジブチテ。クーデター。あんまり嬉しいニュースじゃないよね、クーデター。何度かお話しましたけど、タイでクーデターがあった時、2日後ぐらいにタイに遊びに行ったんですけど、あの時は確かにちょっとね、すごい物々しい雰囲気でしたね。さて、そしたら、この先を見据えて、軍需品とか、このあたりも、ちょっとは、できれば、入れておきたいですけどね。政治力が溜まるのをちょっと待って、装備品の、ブーストがかかる、生産ブーストがかかる、政策を入れていきたいところですかね。指揮力はある程度余裕があるので、まあ、指揮力も使って行こうじゃないかということなんですが、どうなんだろう、アゼルバイジャンに向けてそろそろ軍の展開を開始しますか。アゼルバイジャンを一飲みにしてやろうということで、アゼルバイジャンの首都はバク。ここに第2軍を展開。第3軍はどうなんだろう、送り組めるのかな。エレバン、あとはナゴルカラバフ。ナゴルカラバフからもここのアゼルバイジャン突入できないからな。できればね、ここにいるアゼルバイジャンも取ってしまいたいんですけど、ここのアゼルバイジャンが取れるのか取れないのか、これも結構重要な要因になってきそうな感じはするんですけどね。3ダイヤモンド入れよう。戦車。どうだ、三菱はちょっと知り合いいないな、本当に。パッと出てくる知り合いが一人としていないけど。三菱製の自動車とかもあんまり見ないですよね、海外とかも含めて。ん？ここは？南オセチア。南オセチアのちょっと、軍事力見ると、あ、工場が結構あるな、南オセチア。南オセチアも標的になるぞ。工場6あるもんね。軍事工場6。うん。これは、いただいちゃいましょう。南オセチアに対しての戦線を布告する。まあ、ただ、どうなんだろうね。これ見るともう、国際緊張とか 3% はひどいものあるよね。もうちょっと国際緊張度高めておかないと、何をするにしても、少し遅いかなっていう感じがしますね。で、そろそろ宣戦布告、ああ、ちょうどできるね。宣戦布告していきます。で、この隙に南オセチア。南オセチアに宣戦布告を。ちょっと待って。南オセチアは軍事通行権保有中。独立保障されてるのか、ロシアに。独立保障されてるところに喧嘩を吹っかける勇気はちょっとないので、やめましょう。そうすると、どこを次攻めるかだね。まあ、そしたらナゴルカラバフにしますか。ナゴルカラバフはあんまり取っても馬にはないですが。何？アルメニアに独立保障を受けてるのか。この辺の小国は他国に独立保障を受けているケースが散見されますね。クウェートは？アメリカ合衆国の軍事通行権を保障。保障してるだけだよね。だったら、ここ、クウェートを取りましょう。クウェートも石油の産油国だと思うんで。軍事工場の数は少ないけどね。では、資源マップ見ましょう。クエト。510。とんでもない量あるね。じゃあ、ここに、第3軍を展開しておきます。で、中東、クエト、通る。クエトは僕行ったことないんですけど、どんなところなんだろうね。さて、じゃあ、宣戦布告も合わせてしていって、準備を開始しちゃいましょう。これも独立保障はないので、このまま宣戦布告。
終わるのが395日、もう1年以上かかるようになってきてんな。この辺りはどうにもこうにも。アゼルバイジャンの方はどうなっている？思いのほかとこずってる感じがある。ちょっと待ってくれ、いい感じで進行してきてる敵が。これはありがたい。バカめ、滅亡の道を歩むのだ。第5軍を動かしてます。ここは僕の目論見が甘かったというところだと思うんですが、まあでも逆にウェルカムですね。アゼルバイジャンを壊滅させることができる。ちょっと待ってね、どうしようかな。なんか微妙に後追いな感じになってしまったので、うまく軍を展開しておきたい。で、第5軍はどこにいる？第5軍がそこにいるのか。第1軍は？第1軍はそこ。いやー、後手後手だな。ちょっとまずい指揮をしてしまってる感じがする。が、まあ、国力で言えば負けることはないと思うので。孤立すると危険だな、でも。ちょっと待ってね。ちゃんと指揮しないと。まずそうな気がしてきたぞ。第5軍はどうなっている？第5軍の展開が遅れてるな。これ以上アゼルバイジャンを大きくさせるわけにはいかない。第5軍を展開しましょう。この辺りはちょっと稚拙だったな。急いで第5軍を動かしましょう。で、第10軍はこのままアゼルバイジャンの本土を攻撃していきます。まあ、ひとたり軍が到着すればね、アゼルバイジャン軍駆逐できると思うんで。よし、アゼルバイジャン。すべての州を割譲させよう。これで軍事工場の数、確認しましょう。どれくらい増えてるか。生産のね、ラインも、ここで見直す後期ではあるので、見直しをしていきます。備蓄があるものはいいけど、備蓄がないものは補修をかけていく。ああ、それなりにでも増えてきたね。数が。で、軍用トラックの数は減らして、その分、兵員輸送車系に割り当てていきます。で、足りていないところにやっぱり重点的に、軍事工場を割り当てていきたいので、今足りてないのは自動招集かな。これでいきましょう。で、あとはタルバ、これ第3世代の兵員戦闘車、兵員輸送車、輸送車が先かな。こんな感じでいいかなと思います。で、あとはマルチロール機もテクノロジーリフレッシュかけましょう。で、追加の研究枠も入った。いいね。ここに来て一気に波が来てるな。追い風だ。で、まだ余ってるんだったら、もう、自動小銃割り当てて、行きましょう。ここに来て一気に、いろんなものが、はかどりつつあるな。そしたらいよいよ工学で原子力の研究でも始めますか。ね。核武装しましょう。我々も。ゴムはタイから輸入。ここに来て鉄も一気に足りなくなってんだな。
民需工場の数が不安が出てきている感じがするので、ちょっと民需工場を意識的に増やしていくように政策を変えましょう。マルチロール機はさらにアップデートをかけます。そうだね、マルチロールは F35 で、生産ラインもマルチロール機切り替えましょう、で、建設の9ですか。ああ、でも民需工場をしばらく建てるような方針にはなってはいるね。なのでこのまま行きましょう。で、民需工場が増えてくれば再び安定化すると思うので、そのタイミングを待ちます。じゃあいよいよ海軍もね、大型艦の建造に着手しましょうか。母艦は空母。そうなると艦載機もね、欲しくはなっていきますから、艦載機の今後の研究の方針確認しておきましょう。艦載機はここで見ると、まだ F16 の C タイプが建設建造できるフェーズまで来てないな。戦略爆撃機とかまだ、核武装したタイミングでもいいのかなと思うので、一旦止め置きます。石油は潤沢も潤沢。腐るほどあるんで。クウェートを侵攻駆逐した後、イランとの戦いに、傾倒していくことになると思うので、改めてイランの国力、確認しよう。強いなぁ、100師団か。トルコは79師団だもんね。この差はでかいよなぁ。埋めがたいものがあると思う。となると、海軍の戦力を、展開して、強襲上陸できるようにしますか？クウェート取ればね、イランまで強襲上陸も可能なので。ペルシャ湾に艦隊を派遣しておいて、強襲上陸もかけて、まあ、西イランだけではなく、東イランを脅かして敵の戦力の分散をちょっと狙いましょうか。で、枠組みはどっち行くかだね。ここ伝統的価値か女性労働力の動員の二者択一になってるので、中身を確認して決めましょう。まず伝統的価値観で言うと、効果は人的資源がプラス 20%。 あ、工場生産量下がるけど、人的資源が毎月 20% はかなりでかいな。逆に女性労働力にするとマイナス 5%。 いや、ここが伝統的価値、伝統的価値観を押し付けていく。で、忘れた頃には、毎度毎度の外交、味方になってね、戦争になったらっていうね、活動を行っていきます。フランスはまだ一度も義勇軍送ってくれてないね。ドイツ、イギリスなんかはね、送ってくれてるのは何度か見てますけど、サウジあたりとも喧嘩するつもりはもうないので、仲良くさせてもらいましょうか。で、日本、オーストラリアにアメリカ、このあたりとは仲良くしておく。そして二枚舌外交で、ロシアにも送っておきます。こんなところですかね。で、マルチロール機は一番新しいものに変えていきます。 F35
さあ戦力もだいぶ充実してきたので、本当に、クウェート侵攻が完了したら、イランとの戦いをね、見せていきましょう。前の動画かなんかでお伝えしたと思うんですけど、残念ながら、ロケハンのタイミングで、まあ、2回ぐらい前のタイミングでイランと開戦したら、完敗してしまったので、そこは、考えましょう。ヒニングの摘発。いやー、ヒニングはちょっとやらないとまずいからな。ただこれで毎月の人的資源 60%。産んで産んで産みまくれという政策ですね。産んで産んで産みまくれ。もう今回のタイトルはこれで決定だな。というところで、ちょっとじゃあ今回短めですが、ここまでにさせていただいてですね、次回は、まずクウェート、進行、クウェートシティへ進行して、あとですね、陸軍の経験値も40まで溜まってるので、イランとの戦争を見据えてですね、師団の再編、これも行っていきたいと思いますので、引き続き皆さんの応援よろしくお願いいたします。というわけで、じゃあ今回はここまでにさせていただきます。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄に Twitter のリンクも貼ってありますので、ぜひ Twitter のフォローもよろしくお願いいたします。